性死刑囚。日本において極刑に処された女性は男性に比べて少なく、戦後から2022年現在までで17人存在します。このうち5人はすでに刑が執行済みで、4人は病死、残り8人は現在も拘置所などに収監されています。今回はそんな戦後から現在までで極刑に処された女性死刑囚17人がどんな凶悪事件を引き起こしたのか、そして刑が確定するまでとその後を紹介していきます。それではどうぞ。山本ひろ子、1949年6月10日、知人の老夫婦から借金を断られたため、強盗目的で老夫婦宅へ侵入。その後、侵入に気づかれたと思い、老夫婦の妻を鎌で殺害、現金1万8000円などを奪い、遺体に火をつけ逃走した。その時、夫は救出されたが、数日後に病死した。そして、妻が生前紙幣に番号を書き込んでいたことから犯行が発覚し、事件から5日後に逮捕された。山本は結婚を機に看護師を辞めて7人の子供を育てていたが、夫は病弱で怠け者だったため常に金策に苦しめられていた。そのため老夫婦をはじめ複数の家から借金をしている状態だった。老夫婦から借りたお金を返済しないまま次の借金を頼みに行ったため、老夫婦から体を売ってでも金策しろと言われたことに怒りを覚えて犯行を決意したという。事件発生から約2年後、山本は戦後初の女性死刑囚となった。刑が確定してからは模範囚として過ごしていたが、しばらくすると異常な言動が現れたことから死刑執行は一時停止となった。1969年、当時の法務大臣が GHQ 占領下で起訴された死刑確定事件に対して、御社は慎重に検討すると言及したことで減刑の検討が行われた。減刑に対し被害者遺族は頑なに拒否したが、山本の犯行の動機に同情すべき点があることや反省する気持ちが強いこと、精神病にかかっているなどを理由に無期懲役に減刑となった。そして1972年、山本は結核を患い療養所に収容されたが、1978年に病死した。杉村定め。杉村は親戚や知人などから約16万円の借金があり、返済期限も近かったため焦っていた。そこで親戚や知人などを殺害して現金を奪う計画を立てる。1960年11月6日、姑に農薬を飲ませて殺害。持ち物を物色したが現金は持っていなかったためお金を得ることはできなかった。医者は姑の死を脳卒中と診断し、犯行が明るみになることはなかった。それから約1ヶ月後にも同様の手口で3件の犯行を行い、2人を殺害、1人は命を取り留めるが植物状態となった。杉村の周りで次々と人が亡くなっているのを不審に感じた警察から任意同行を求められ、その時の取り調べでは何も知らないと容疑を否認していた。しかし家宅捜索の結果、杉村宅の台所にあった納豆や味噌から高濃度の農薬が検出された。そして証拠を突きつけられた杉村は、借金返済のためにお金が欲しかったと犯行を自供した。杉村は19の時にとび職の男性と結婚したが、お酒や女にだらしない性格で愛人2人と連れ子たちと同居するという異常な生活を送っていた。離婚を切り出すたびに杉村は暴力を振るわれていたが、ある日夫である男性がアルコール中毒で亡くなってしまう。夫を亡くしてから1年後、既婚男性と愛人関係になり、数年後には同居し始める。その愛人男性には妻と大学に通う息子がいて、そんな家庭環境から愛人男性は離婚できず、生活費や学費などを送らざるを得なかった。それにより生活は困窮。杉村は男性との生活を維持するために借金を重ね、その返済のために4人の女性を殺害し金を奪おうとしたのが動機とされている。杉村は最高裁にて上告が棄却されたことで戦後2人目の女性死刑囚となった。刑が確定してからは荒れていたが、しばらくすると仏教に帰依し謙虚な模範囚になったとされている。そして執行日、次の言葉を最後に残している。私のような人間のためにこんな最後のひとときを設けていただきまして、本当にもったいない気持ちでいっぱいです。あの世では被害者の皆さんと会って罪を償いたいと思います。杉村は最後に関係者への感謝と被害者への謝罪をして、堂々とそして静かに台に上がっていったという。
小林港、栃木県にあったホテル日本閣が格安で購入できるという噂を耳にした小林は経営者の男性のもとへ行き交渉するが断られてしまう。しかし後日経営者男性に妻と別れるための手切れ金50万円を出せば自身の妻として共同経営者にすると持ちかけられた。小林は値切って30万円用意するが男性の妻に離婚を断られたため経営者男性と小林は殺害計画を企てる。小林はホテルの雑用係であった男性従業員に肉体関係を持つ代償として殺害するよう命じ経営者男性の妻を殺害、遺体はホテルの敷地内に埋めた。しかし小林は男性に騙されており、旅館には多額の借金があったという事実をここで知る。経営者男性は妻の殺害に関与したことで精神的に追い込まれ、妻が殺害されたことを周囲に匂わせるようになった。そのため男性従業員と共謀して経営者男性を殺害した。夫婦の相次ぐ行方不明で警察が動き、共犯の男性従業員の自供により事件が発覚し小林は逮捕された。また小林が逮捕されたことをきっかけに過去に自身の夫も殺害したと明かし、当時共犯だった警察官の元愛人も逮捕されている。小林は刑が確定したのにもかかわらず取り乱す様子もなく落ち着いていた。その要因については教会誌に次のように語ったとされている。私は女だから極刑に処されないんです。これまで女で極刑に処された者はいないでしょう。私は10年経ったら仮釈放になります。私は釈放されたら105歳まで生きるつもりです。だからお金は必要です。70歳になったら年金が入るけど月に1万円程度だからまだまだ足りません。1967年に小笠原諸島がアメリカから返還されたことから小笠原諸島に養老院を建てる計画をするなど釈放後の人生設計を真剣に考え始めていた。しかし1970年6月、高知署長から翌日の刑の執行が通達される。執行当日高知署長から最後に言い残すことはあるかと小林に問うと、長い間お世話になりありがとうございました、思い残すことも言い残すこともありませんと言い、その後刑が執行された。日高信子。日高夫婦は炭鉱作業員の斡旋業を行っていたが、炭鉱業が急速に衰退したことで多額の借金を負った。そのため夫婦の生活は困窮していく。そこで札幌で新たにデートクラブを開業しようと考え、そのための資金を得るために保険金詐欺を計画した。自身が経営する日高工業の作業員宿舎に対して部下に放火するよう指示、それにより建物は全焼、作業員など計6人が焼死、夫婦は作業員4人にかけられていた保険金約1億3800万円を手にした。事件発生から約2ヶ月後、放火の実行犯であった部下が自首したことで事件が発覚した。日高は放火の目的は保険金で作業員の命を奪うつもりはなかったと主張するが、検察は作業員に酒を飲ませ就寝後に放火させたのは確定的殺意が見られるとし死刑を求刑した。そして1987年死刑判決が言い渡されたことに対し控訴したが、約1年後に日高はなぜか突然控訴を取り下げ死刑を確定させた。控訴を取り下げた理由は、当時昭和天皇が重篤で仮に天皇が崩御すれば死刑囚に対して恩赦が行われ死刑執行を免れると期待したためだった。しかしその期待は外れ、恩赦による減刑は一例も行われなかった。そもそも放火殺人は恩赦の対象外で、日高は恩赦の対象に選ばれることはなかったのである。そのことに気づいた日高は控訴審の再開を申請したが認められず、最後の望みを託して最高裁に特別抗告を提出するが、これも棄却され刑が確定した。そして1997年8月、日高の刑が執行された。諸橋昭恵。夫に愛人がいることを知った諸橋は夫を事故死に見せかけ殺害し退職金を手に入れようと計画。そして諸橋と愛人関係にあった男性と共謀して夫の就寝中にガスの元栓を開けて事故死に見せかけて殺害、遺体を浴槽に運び入浴中に誤って中毒死したと思わせるよう偽装工作をした。警察は状況などから事故死として処理をした。それから約4年後、自身の店で働くホステスから内
縁の夫と別れたいと相談を持ちかけられた。そこで諸橋は自身の夫と同じように事故死に見せかけ殺害し、保険金を分配しようと提案。そしてホステスと店の男性従業員、諸橋と愛人男性の4人でホステスの内縁の夫を殺害し、遺体は近くの草むらに遺棄した。遺体は発見され、警察の捜査の結果ホステスと諸橋はすぐに逮捕され、諸橋は取り調べ中に2件の殺人を認め、素直に自供に応じたとされている。裁判では自白した内容とは一変し、夫は自殺であると無罪を主張したが認められず極刑に処された。また2人目の被害者の遺族に対しては慰謝料を支払っており、控訴審においてその遺族から寛大な刑を希望する旨の嘆願書が提出された。2007年5月、急性心筋梗塞と診断され都内の病院で治療を受けていたが、同年7月17日に肺炎で病死した。永田博子、連合赤軍のナンバー2で、1971年から1972年にかけての大量リンチ殺人事件など連合赤軍事件の主犯。群馬県の山中に築いたアジトで総括といわれる集団リンチを行い、12人を死に至らしめた。当時連合赤軍のナンバー1であった森常夫と共に活動資金を持ってアジトに戻ろうとしたところを山狩り中の警官隊によって発見され、抵抗の末に逮捕された。その2日後に浅山荘事件が起きている。永田はバセドウ病を患っており、その症状による外見変化がコンプレックスとなっており、美人な女性や幸せそうな女性に対して嫉妬心を抱いていた。そのため会議中に髪を溶かしていた女性や妊娠中の女性、その他美人な女性などを中心に革命戦士にふさわしくないとし、静粛の的にしたと言われている。裁判で永田は極刑を言い渡され、再審請求をしていたが棄却され、1993年2月に刑が確定した。再審請求が棄却された半年前に脳腫瘍で倒れ、手術後は寝たきり状態となっていたことから、弁護人が規則に従い刑を執行しないよう申し入れていた。刑が確定してから15年後の2008年、東京拘置所から永田は危篤状態にあると報告された。最終的には会話ができない状態となり、2011年2月に脳萎縮肺炎で病死した。宮崎智子、交際相手とギフト店を始めるもすぐに経営難に陥り、宮崎は数千万円の借金を負った。そんな状況にもかかわらず、さらに借金を重ねてフェアレディ Z を購入し、一気に返済するために大金を得る方法を考え始めた。そして保険金殺人などを試みるも2度にわたり失敗。それと並行して借金の返済期限が過ぎ、焦った宮崎は若い女性を狙った誘拐殺人を決意する。1980年2月、当時18歳だった女性に対し、いいアルバイトがあるなど言葉巧みに車に乗せた。アルバイトの面接を装い、身代金の要求に必要な情報をうまく聞き出すことに成功する。その後自身が経営するギフト店により、遅くなったからと泊まることを勧め、女性はそれを承諾。翌日家に送っていく道中、睡眠薬で眠らせた後女性を殺害した。さらにその翌日、宮崎は身代金を要求するため公衆電話から被害者女性の家に電話をするが、すれ違いなどから結果的にお金を得ることはできなかった。それから1週間後、同様の手口で女性を殺害し、家族に身代金として明日の10時長野駅に3000万円持ってこいと電話をかけた。しかし結果的に警察の張り込みに気づいた宮崎は接触を断念したため、ここでもお金を得ることはできなかった。警察が電話の音声を鑑定した結果、2件の事件は同一犯であることが判明。さらに両事件ともサングラスの女が赤いフェアレディ Z に乗っている姿が目撃されていた。その後ギフト店の玄関から被害者女性の指紋が検出され、フェアレディ Z からは被害者女性の毛髪が発見されたことで、宮崎は殺害を自供し逮捕となった。それに合わせて交際男性も共犯の疑いで逮捕されているが、事件発生から約12年後に無罪が確定している。宮崎は当初誘拐した事実を認めていなかったが、後半段階になってからは誘拐はした
たが交際男性が殺害し遺棄したと供述を2点3点させている。一方交際男性は誘拐殺人など全く知らないと無罪を主張した。両事件とも誰が殺害したのかを示す有力な証拠がなく、2人の供述が信用できるかどうかが大きな争点となった。最終的に交際男性は無罪、宮崎の単独犯として極刑が言い渡された。宮崎は刑が確定してから死刑の執行には従うつもりだが、自分は殺害の実行犯ではない、事件の真実を遺族らに知らせるまでは死ぬことはできないと関係者に話しており、5回にわたり再審請求を行っている。なお2022年12月時点では宮崎の刑は執行されておらず、現在も名古屋拘置所に収監されている。坂本春乃。坂本は保険金を得るために夫の殺害を計画。姉夫婦と共謀し、自身の経営するスナックで夫に酒を飲ませ漬物石で殴打、その後顔に座布団を押さえつけて殺害した。頭の傷は致命傷ではなく、死因は心不全とされ、保険金5000万円が支払われた。姉夫婦に2000万、残りは坂本が懐に収めた。それから約4年後、坂本は次の保険金殺人の標的を殺害した夫の元妻にする。自身の店の常連客と共謀し、眠っていた元妻の頭を石で殴り、口と鼻を手で塞いで殺害。遺体は交通事故を装うために近くの路上に遺棄した。すぐに遺体は発見され、坂本は事情聴取を受けたが、殺害した部屋の血痕について追及されても知らないと一点張りで、決定的な証拠もなく逮捕されることはなかった。坂本は生命保険会社に3500万円を請求したが、怪しまれたためお金を受け取ることはできなかった。それから約1年後、警察の捜査の結果、坂本と共犯である妹夫婦、店の常連客が逮捕された。取り調べではあっさり自白し、保険金を騙し取ったことについては保険料をちゃんと支払っているのだから何かあったらもらうのは当然と平然と述べたという。坂本は保険金で生活しているという噂が絶えず、陰ではタコと呼ばれていた。保険金を受け取るために自身の人差し指や足の親指を切断するなど、今まで受け取った保険金は8000万円以上と当時の紙幣価値からすると相当な額であった。坂本は第一審で起訴事実を認めたが、その後容疑を否認、自白は強要されたものとして無罪を主張した。そして最終的に控訴上告ともに棄却され、2004年11月に坂本の刑が確定した。2010年9月頃に腫瘍が見つかり、大阪拘置所から身柄を移されて治療を行っていた。しかし翌年2011年1月27日、収容先の大阪医療刑務所で肺がんのため病死した。石川恵子。石川の父親が経営する工務店には300万円ほどの借金があった。その借金を何とかするために金銭を得る方法を計画した。1996年8月29日、ゴルフ仲間の女性に睡眠薬入りの缶コーヒーを飲ませた後、用意していたロープで首を絞めて殺害。その後バッグから現金9500円を抜き取った。遺体はビニールシートで包んだ後、粘着テープで何重にも巻き、数日間畑に放置、後日穴を掘って埋めたとされている。犯行翌日に鍵屋を呼び、女性宅へ侵入、ゴルフバッグや貴金属などを盗んだ。さらに女性の勤務先に電話をかけ、県外で生活しているなどと事件発覚を遅らせる工作をしている。翌年1997年6月13日、同じくゴルフ仲間である女性に相談があると伝え自宅へ招いた。女性にお金を貸してほしいと頼むが、断られた挙句、石川が妻子ある男性と不倫していることを咎められたことで、石川は殺意を抱いたとされている。そして睡眠導入剤を飲ませ眠らせた後に首を絞めて殺害。遺体は杉林の崖下に遺棄した。その後男性の犯行と思わせるために女性宅へ侵入し、タバコの吸い殻を部屋に置くなどの偽装工作を行った。家に侵入した際にキャッシュカードの暗証番号のメモが見つかったため、後日 ATM から合計200万円を引き出している。犯行から5日後、遺体が発見され、警察は捜査を開始する。捜査は難航したが、 ATM の防犯カメラの映像をきっかけに石川が容疑者として浮上、そして同年11月に逮捕された。当初は容疑を否認していたが、遺体の写真を見せられると号泣し犯行を認めたとされている。裁判で石川は事件当時は心神耗弱状態にあったと主張するが、殺害に使う道具を準備しアリバイ工作をするなど、目的達成のため露骨な行動をしていた
ことから認められなかった。控訴審では交際していた男性に罪をかぶせようとするも認められず、最終的に最高裁で極刑が確定した。なお2022年12月時点では刑は執行されておらず、現在も福岡拘置所に収監中である。江藤幸子。江藤は1994年7月頃から福島県須賀川市で霊能祈祷師として知人の家を訪ね歩き、手かざしで肩こりや腰痛を治療していた。気味悪がる人もいたが、実際に痛みがなくなったという人もいて、江藤の評判は次第に広まっていった。この地域には古くから祈祷師を拝み屋と呼び、何か悩み事があると拝み屋さんに見てもらうという風習があったとされている。1995年1月、熱心な信者たちが出家することを決心し、江藤の家に移り住んだことで悲劇が始まる。江藤はお金を出し渋ったり、気に入った男性の恋人など気に入らない信者に対して、あなたには狐がついているなどと言いがかりをつけ、除霊として狐踊りと呼ばれるデタラメな踊りを立てなくなるまで行わせた。疲れて休もうとすると太鼓のバチで叩き、その暴行は信者も加わることで徐々にエスカレートしていく。標的にされた信者は食事を1日1食しか与えられず、踊りと暴行は夕食の間以外は延々と続けられた。標的とされた信者は次第に衰弱し、動かなくなったことについて江藤は、今は仮死状態で魂が浄化されれば生き返るなどと他の信者に説明をした。中には逃げ出す信者もいたが、同じく出家している家族に連れ戻されている。また警察に駆け込む者もいたが、警察は事件にはならないと言い相手にされなかった。1995年6月18日、娘と連絡が取れないことを心配した母親が江藤の家から娘を連れ出した。その時娘は江藤の標的にされていて、全身が腫れ上がりひどい状態で洗脳もされていたが、落ち着きを取り戻すと江藤宅にたくさんの死体があることを話した。この話を受けて警察が江藤の家を家宅捜索したところ、6人の遺体を発見。江藤と3人の信者が逮捕された。警察が玄関を開けた時、それまで嗅いだことのない悪臭を放っており、遺体のある部屋は床一面に虫が這い回っていたという。このことについて江藤は、魂は死んでいないのでそのまま寝かせていたと供述。信者らも蘇生すると信じて疑わなかった。その後の裁判で江藤は殺意は否認したが、認められず第一審で極刑を言い渡された。江藤はその日に控訴し、控訴審では暴行は同意の上で行われた宗教行為で殺意はなく死刑は重すぎると量刑不当を主張。さらに上告審では事件当時憑依トランス状態に陥り心神喪失状態だったという主張を展開し無罪を訴えた。しかし最終的に江藤の主張は全て認められず、2012年9月に極刑に処されることが確定した。刑の確定後、江藤は弁護人に再審請求手続きを依頼し、2012年末までには手続きを行う予定だった。しかし2012年9月、法務大臣の執行命令により宮城刑務所で刑が執行された。林真澄。夏祭りでカレーを食べた67人がヒ素中毒となり4人が死亡。その犯人として林は逮捕された。裁判で林は無罪を訴えたが、第一審で死刑判決を受け、控訴上告ともに棄却されたため、2009年5月19日に最高裁で刑が確定。しかし林には犯行動機が一切なく、直接的な証拠も存在しないことから冤罪の可能性があると言われている。その理由に鑑定結果の不確かさや曖昧な目撃情報などが挙げられる。逮捕の決め手となったのは、林の自宅にあったプラスチック容器から見つかったヒ素と犯行に使われたヒ素が同一であるという鑑定結果だった。しかし別の大学教授はその鑑定では不十分とし、再度鑑定した結果、林の自宅にあったヒ素と犯行に使われたヒ素は別物と結論付けている。また本件の捜査に関わっていた和歌山県警科学捜査研究所の元主任研究員が別の事件で証拠を捏造し懲役刑にも処されている。目撃情報については、警察が住民の証言をもとに1分刻みのタイムスケジュールを作成し、そこから消去法により林しかカレーにヒ素を入れる機会がなかったと結論付けている。しかし1分刻みで時間を把握している人はごく稀で、朝日新聞の報道によると、作成したタイムテーブルには最大で50分前後の開きがあったとされている。その報道の通り、
実際の目撃証言の中には不自然で辻褄の合わない証言も多く、疑問視されるケースも多かった。その他にも夫への誘導尋問や司法取引疑惑など冤罪の可能性を感じさせる点は多々あるが、今後の進展に注目したい。風間ひろこ。風間は夫と経営していたペットショップで詐欺まがいのペットビジネスを行っていた。その実態とは、生まれた子犬を高値で買い取るという前提で数十万円程度のシベリアンハスキーを約1000万円で売りつけ、実際に生まれた子犬は難癖をつけて買い取りを拒否するというものだった。しかし顧客らが代金の返済を求めるなどトラブルが続出し、夫と風間と店の従業員の3人で邪魔な顧客の殺害を計画する。1993年4月、代金の返済を求めていた男性を呼び出し、犬を安楽死させる薬を飲ませて殺害した。それから3ヶ月後、ペットショップトラブルの仲裁役であった暴力団員が揺すってきたため、暴力団員とその付き人を同様の手口で殺害。さらに1ヶ月後、従業員の母親も同様の手口で殺害している。遺体はボディを透明にすると表現し、細かく解体し骨は粉になるまで焼いて処理していた。それからしばらく経ち、風間夫婦の周辺で3人が行方不明になっていることから警察は捜査を開始する。しかし遺体の処理方法のせいで物的証拠が見つからなかったため、立件は断念せざるを得なかった。そこで共犯の男性を別の容疑で逮捕。その際の取り調べで事件について自供したため、風間夫婦は逮捕された。警察が立件できたのは3つの事件のみだが、他にも風間夫婦の周りでは少なくても3人が失踪している。風間の夫は自身で過去30人以上殺害した、殺しのオリンピックがあれば俺は金メダル間違いなしと豪語していた。裁判で風間は一部殺害を否認するが、一審で極刑が言い渡された。判決を不服として控訴するが棄却。さらに上告も棄却され、刑が確定した。なお風間は2022年12月時点で刑は執行されておらず、現在も東京拘置所に収監されている。また夫は収監中に病死しており、共犯の従業員は懲役3年に処されていたが、すでに出所している。吉田純子。看護学校時代の友人女性3人などに対して言葉巧みに洗脳し、5000万円以上を騙し取り自身の支配下に置いた。さらに大金を得るために友人女性らの夫を殺害し保険金を奪う計画を思いつく。そして友人女性と共謀し空気を注射するなど医学的知識を利用し、友人女性らの夫2人を殺害。吉田が一連の犯行で手にした金額は2億円にも上った。吉田は手に入れ得たお金でマンションの最上階に住み、他の3人は同じマンションの下の階に住ませた。この頃から吉田は他の3人に自分のことを吉田様と呼ばせ、身の回りの世話や父親の介護までさせるなど女王のごとく君臨していた。やがて借金の返済や浪費などによりお金を使い果たした吉田は友人女性の母親を次の標的にする。友人女性を実行役にするが殺害には失敗。失敗した女性は吉田からお金を要求され追い込まれ、叔父に相談してしまう。そして叔父に連れられ友人女性が警察に自首したことで事件が発覚。吉田を含む共犯女性らは保険金殺人の容疑で逮捕された。2002年8月初公判で吉田は事件の主犯であることを認めたが、途中から主張を一変させ犯行への関与や殺意は否認した。しかし医学の知識を駆使して完全犯罪を目論んだ非常な犯行で酌量の余地はないとして極刑が言い渡された。判決を不服として控訴するが棄却。さらに上告も棄却され刑が確定した。そして刑が確定してから約6年後、吉田の刑が執行された。北村真美。北村家は財政に苦しい暴力団一家で、上納金や生活費など6600万円以上の借金を抱えていた。ある日、闇金業を営む友人女性が1億円の資本で正式に貸金業を始めるという話を聞き、金を奪う目的で女性の殺害を計画する。夫と息子2人と計画を練った後、真美は実行しようとするが友人だったことからなかなか実行に移せなかった。しびれを切らした長男と次男
男は女性の家に向かい金庫を奪った後、女性の次男を殺害した。その2日後、次男が女性と女性の長男の友人を殺害した。遺体は車とともに川に沈められたが、その2日後に浮いているのを通行人が発見し、事件が発覚する。警察の捜査の結果、マミが参考人として事情聴取され自供を始めた。マミの供述をきっかけに残りの家族3人も逮捕されるが、長男は逮捕後一瞬の隙をついて逃走。しかし逃走から約3時間後に取り押さえられた。裁判でマミは殺害行為に直接関わっていないことから他の共犯者と比べて量刑不当を主張した。しかし動機面での中心的存在であることから極刑が言い渡された。また殺害に関わった一家他3人にも極刑が言い渡されている。2022年12月時点で一家4人の刑は執行されておらず、マミは福岡拘置所に収監されている。木島かなえ。木島は複数の男性と愛人契約することで贅沢な暮らしを維持してきた。30歳を超え男性と知り合う場として婚活サイトを利用し始める。そこで知り合った男性に対して真剣に結婚を考えているので学費を支援してほしいなどと言葉巧みに金を騙し取った。その金額は1億5000万円以上にも上る。しかし木島は結婚する気などなかったため、いずれは援助してもらった金額の返済を要求されると思い殺害を決意する。交際していた男性を睡眠薬で眠らせた後、練炭を燃やし一酸化中毒にさせ殺害。その後別の交際男性2人も同様の手口で殺害した。当初警察は木島の話を信じ自殺として処理をしていた。しかし木島の交際相手が次々に不審死していることから捜査を開始した。そして警察は木島が結婚詐欺を行っていたと断定し、詐欺の容疑で逮捕。その後3件の殺人についても順次逮捕されることとなった。また他の交際男性6人も不審死を遂げているが、証拠などがなかったため立件ができなかった。木島は実際にこの複数の男性からも合計1億円近くの金銭を受け取っていることが確認されている。裁判で木島は詐欺については結婚を前提とした支援だったと主張、殺人についても否認した。しかし最終的に被害者に自殺の動機がないことや殺害方法の一致、状況証拠などから刑が確定した。なお木島は2022年12月時点で刑は執行されておらず、現在も東京拘置所に収監されている。上田美由紀。鳥取の歓楽街でホステスとして働いていた上田の周りで関係があった男性6人が次々と不審死した。2004年5月13日、当時交際していた男性が線路内で段ボールに入って横たわり列車に轢かれて死亡した。段ボールには上田美幸に出会えてよかったと走り書きがあり、遺書らしきものも残されていた。筆跡鑑定の結果男性と一致したため警察は自殺として処理をした。その他2007年8月から2009年10月までに上田の交際相手やスナックの客など計5人が不審な死を遂げている。このうち立件できたのは2件で、いずれも睡眠薬を飲ませた後溺死に見せかけて殺害している。いずれも借金などの金銭トラブルが原因であるとされている。裁判で上田は強盗殺人は否認、真犯人は当時交際していた男性であると主張した。しかし認められず極刑が言い渡された。上田は判決を不服として控訴するが棄却、上告も棄却され、2017年7月に刑が確定した。なお上田は2022年12月時点では刑は執行されておらず、現在も広島拘置所に収監されている。筧千佐子。結婚相談所で知り合った高齢男性に対し財産目当てで入籍、内縁関係になった後に他殺とバレないよう青酸カプセルで4人を殺害、それにより総額8億円もの遺産を相続した。筧千佐子の周りでは他にも不審な死が多かったが、供述以外の客観的証拠が乏しく逮捕は見送られた。その見送られた事件に共通しているのは青酸カプセルを使って殺害したということ。警察が病死と判断
し、司法解剖を行わなかったことである。これらの事件で少なくても3億円以上の資産を受け取っていたという。しかし家計は得たお金の大半を株などに投資し失敗、それにより借金を抱えている状態だった。裁判では軽度な認知症を患っている家計の責任能力と供述以外の直接証拠が乏しいことが争点となった。家計は殺意はなかったことと認知症により責任能力がないと主張。後の精神鑑定の結果、軽度な認知症と診断されたが責任能力に問題はないとされた。また検察側に対しては犯行を認めたり、弁護側には犯行を否認するなど発言が2点3点した。最終的に一審で極刑を言い渡され、控訴上告ともに棄却され、2021年6月に刑が確定した。なお家計は2022年12月時点では刑が執行されておらず、現在は大阪拘置所に収監されている。そして2022年9月付で京都地裁に再審請求を行っている。